春季大会は勝ち星なしに終わった白いジャージ大東文化大学の開幕戦。7点を先制した大東文化、前半14分安藤が抜け出しチャンスを作ります。このパスは乱れますが、こぼれたボール競り合った南、ドリブルして自ら抑えトライ。さらに1トライを追加した大東文化、19対0リードします。南は春はね、あのユニバーシアードのセブンスの代表でいなかったんですが、やっぱ走力ありますよね。もう見事なトライでしたね、はい。対する白と緑のジャージ専修大学は25分、パスを受けた郡司キャプテンがオフロードパス、平山につながってトライ。さらに1トライを奪い、19対12専修大学追い上げ前半を折り返します。後半に入って1トライを追加した大東文化は11分、星野がこの位置でボールを奪うと、そこから一気に敵陣まで走って南へパス、そして南から安藤、安藤から服部、オフロードパスがつながってトライが生まれます。コンバージョンも決まり33対12、再び専修を突き放します。しかし専修大学、その2分後、郡司、夏井弘樹から兄の夏井雄大にボールが渡ると、ディフェンスを振り切ってトライが生まれます。さらに1トライを挙げ33対26、7点差まで迫る専修大学。しかし専修大学の反撃もここまで。結局そのまま逃げ切った大東文化が開幕戦を勝利で飾りました。